チャンピオンヒルの戦いは、南北戦争、ビックスバーグ方面作戦中の1863年5月16日に起こった作戦の展開点となった戦闘である。北軍の指揮官、ユリシーズ・グラント少将のテネシー軍が撤退しつつあった南軍ジョンシー・ペンバートン中将の部隊を追撃し、ビックスバーグの東20マイルの地点で打ち破り、その後の必然となった。 ビックスバーグの包囲戦と降伏につなげた。5月14日に北軍がジャクソンを占領したことに続き、南軍も北軍もその後の作戦を立てた。ミシシッピ州の全南軍を指揮するジョセフ・ジョンストン将軍はその軍隊大半を率いて、キャントン道路を撤退したが、三個士団を率いていたペンバートン中将には、エドワーズ駅を離れて、クリントンで北軍を攻撃するよう命令した。 ペンバートンとその部下の将軍たちは、ジョンストンの作戦が危険なものであると考え、その代わりに、グランドワンからレイモンドに移動している北軍の補給部隊を攻撃することにした。しかし、5月16日、ペンバートンはジョンストンからその前の指示を繰り返す、命令をまた受け取った。ペンバートンはすでに補給部隊の追跡を始めており、レイモンド・エドワーズ道路の上にあって、その後衛は、 チャンピオンヒルの頂上から3分の1マイル南の交差点にいた。各種テペンバートンは反転を命じ、その後園は多くの物資用入馬者が含まれていたものが軍隊の先頭に立った。南北戦争の方面作戦、ミシシッピ側の地図、バイ・フランシス・ビントン・グリーン、1882年作成5月16日午前7時頃、北軍が南軍と交戦し、 チャンピオンヒルの戦いが始まった。ペンバートン軍はジャクソンクリークを見下ろす尾根の頂部に沿って南西から北東まで全長3マイルに及ぶ防御線を張った。グラントはその個人的事助伝の中で、ペンバートンが我が軍の攻撃を受けるために選んだ場所は偶然にしろ、企んだものにしろ、うまく選んでいた。そこは地域では一番高い位置であり、 辺り一帯を見下ろしていたと書いた。ペンバートンは、北軍の三部隊のうちの一つが、ジャクソン道路を進んで、チャンピオンヒルの防御のない左側面に向かっている、ことに気づかなかった。ペンバートンは防御のために、スティーブン・ディーリー巡将のアラバマ旅団を、チャンピオンヒルの頂上に配置し、そこからは報告されていた北軍が、交差点の方向に向かってくるのを監視できた。 リーは北軍を認め、北軍もリーの存在を確認した。もしこの部隊の動きを止められなければ、南軍は基地とするビックスバーグから切り離されてしまうはずだった。ペンバートンは北軍の動きから危険を察知し、その左側面に部隊を送った。チャンピオンハウスにいた北軍が行動に移り、大砲を据えて砲撃を始めた。 グラントは午前10時頃チャンピオンヒルに到着し、攻撃開始を命令した。ジョン・ A ・マクラーランドの第13軍団は左翼で攻撃し、ジェームズ・マクファーソンの第17軍団が右翼を受け持った。ウィリアム・シャーマンの第15軍団はかなり後方にあり、ジャクソンを出発したところだった。午前11時半までに北軍は南軍の主要前線と向かい合い、 午後1時ごろ、南軍のカーター・エル・スティーブンソン師団の部隊が列を乱して退いたことから頂上を占領した。マクファーソンの軍団が前進して交差点を占領し、南軍の逃走路であるジャクソン道路を閉ざした。南軍ジョン・エス・ボーワーの師団がスティーブンソンを支援して反撃し、北軍をチャンピオンヒルの頂部を越えて押し返したが、そこで止まった。しかし、 南軍はその陣地を守るだけの勢力ではなかったので、ペンバートンがウィリアム・ W ・ローリングに前線の南側から部隊を派遣して丘を補強するよう指示したが、ローリングは目前に強力な敵部隊がいると言って、その命令を拒否した。グラントのビックスバーグに対する作戦南軍北軍続いて、グラント軍が反撃し、クリントンからボルトンを通って到着したばかりの部隊を投入した。 ペンバートンの部隊は、この攻撃に耐えられず、唯一残っていた、ベーカーズクリークを渡る、レーモンド道路を通って後退するよう命じた。この時までに、ローリングは、ペンバートンの指示に従って、行軍を始めていたが、回り道をすることで戦闘は回避していた。ロイド・ティルマンの旅団が後衛を務め、攻撃の犠牲になったティルマンを含め大きな損失を出した。午後遅く、 北軍はベーカーズクリーク橋を確保し、夜半までにエドワーズを占領した。南軍は交代してビックスバーグを背にしたビッグブラック川で防御線を張った。翌日ビッグブラック川橋の戦いが起こり、これがペンバートンにとっては最後の脱出機会となった。チャンピオンヒルは流血が多かったが、北軍の決定的勝利だった。グラントはその個人的自助伝の中で、 戦闘は激しかったが、ある者はその敵が千人単位で、あるいはもっと冷静であれば万人単位で、なぎ倒されるのを見ることができた。しかし、戦闘後、これらの現場は、苦痛を伴い、友として敵の苦しみを和らげるようにするのも自然なことである。と述べた。グラントはそのライバルであるマクラーナンドの戦闘精神の無さを批判し、マクラーナンドがペンバートン全軍を倒さず、 ににしなかっったたことに不満だった北軍の左翼にいたマクラーナンド軍団の損失は少なかった。右翼のマクファーソンの軍団は北軍の損失約2500名の大半を占めていた。南軍の損失は約3800名となった。その実質的な損失の中にはジャクソンのジョセフ・ジョンストン軍に加わるために戦列を 離れてしまったローリング手段の大半が含まれていた。交換ハウスの廃墟戦場跡の不連続な場所、総計で800エーカーはミシシッピ州が所有している。これらの資産は将来ビックスバーグ国立軍事公園に含めるために保持されている。交換ハウスがチャンピオンヒル戦場の南に隣接して立っている。これは北軍が病院として使ったものであり。 北軍は出発するときにこの家やプランテーションの倉庫を後半に略奪して行った。玄関ドアや脇柱の縦断痕や高ーカー、ハウス西面の砲弾穴はチャンピオンヒルの戦いの証拠として残っている。1985年、この歴史資産はジャクソン南北戦争円卓会議に寄付され、後にミシシッピ州文書保管及び歴史局に譲渡された。 現在この家は廃墟になっており、チャンピオンヒル戦場跡の将来も不確かである。戦場の中心数千エーカーは個人に所有されており、南北戦争諮問委員会のランク付けは2-1クラス A となっている。南北戦争保存信託は保存地域権によって戦場の144エーカーを保存することができてきた。ありがとうございます。